楽になったか。ああ、聞いたようだ。あいにく、この薬は時間稼ぎだ。効果は長くは続かない。残念ながら。それでも行くか。俺のことはいい。アシュリーを優先する。だとしたら、やることは決まってる。参るぞ、サンチョパンサー。ドゥルシニア姫をお救いするのだ。怪我するぞ。おい、俺のランスだぞ。はいはい、急げってか。なぜ手を貸す？目的は？そう警戒すんなよ。助けるって言ってんだから。新しい品のお目見えだ。見逃すなよ。新しいゲームを追加してやったぜ。次に覚えがあるなら挑戦してみな。手を抜くな。はじめ、ドーハビュー
調子だぞ。はじめ。あと数撃で腕前じゃねえか。
ただいちまおうぜ。してるぞ。ゾンビ来る。マジかよ。お、ダブルか。やるね。Yeah!
しだぞ。
驚かせてくれ。ブリリアント。ビューティフォー。リロード。
だからブリリアント。おー、ビューティフォースーパーショット、リロード。さすがの銃さばきだ。目の保養になったよ。ティノが入ったぜ。見ていきな。歓迎するぜ。
入ったぜ。 ちょっと珍しいものが手に入ったぜ。大事に使ってやってくれよ。 おた? ありがとうよ。 なんだって? 俺たちがこいつらをどこから仕入れてるか? へへへ。
企業秘密ってやつだよ。そいつは間違いないぜ。あんたならそいつを選ぶと思ってた。意外なチョイスだな。いやいや、いい。他に素敵な旅よ。ウェルカム。ほら、新しい品を覗いてき。あんたならそいつを選ぶと思ってた。最高の選択だ。あんたにお世辞は言わねえや。本当にそう思う？目利きだね、あんた。最高の選択だ。あんたにお世辞は言わねえや。本当にそう思う？あんたならそいつを選ぶと思ってた。また来いよ。you
ウェルカム。ちょっと珍しいものが手に入ったぜ。あんたならそいつを選ぶと思ってた。最高の選択だ。あんたにお世辞は言わねえや。本当にそう思う？目利きだね、あんた。あんたならそいつを選ぶと思ってた。目利きだね、あんた。意外なチョイスだな。他にもまた来いよ。ちょっと珍しいものが手に入ったぜ。手入れを怠らねえのは感心だ。一時が万事だぜ。高値で取引だ。武器にぴったりの調整をしてやるぜ。腕は確かさ。好みが分かってきたぜ。それ出まして死ぬなよ。俺が元アンブレラの人間を信用できると思うか？バレてたか。アンブレラはぶっ潰れた。今さら何もできやしねえ。答えになってない。お前の狙いは？落とし前というか、罪滅ぼしというか、まあそんなとこさ。
いつらがいるのか。おい、どうする。殺す気だ。
遊びにするな。あとはよろしく。いいもん見つけたな。ああ、これで壁が壊せる。その身のこなし、本当にただの研究者か。俺を買いかぶりすぎだ。ただのハンサムなプーさ。どうぞお先に。調子のいいやつめ。一つ貸しだぜ。ルイス、上だ。これでチャラだな。割に合わねえ。2対2だ。頭は
新しい物がある。覗いてきて。ウェルカム。ちょっと珍しいものが手に入ったぜ。ありがとうよ。楽勝だ。だんだんあんたの好みが分かってきたぜ。お次はまた来いよ。俺が元アンブレラの人間を信用できると思うか。バレてたか。アンブレラはぶっ潰れた。今さら何もできやしねえ。答えになってない。お前の狙いは落とし前というか罪滅ぼしというか、まあそんなとこさ。あいつらがいるのか。おい、どうする。ウェルカム。ちょっと珍しいものが手に入って、手入れを怠らねえのは感心だ。一時がば、ありがとうよ。さあできた。おつ、また来いよ。俺が元アンブレラの人間を信用できると思うか。バレてたか。アンブレラはぶっ潰れた。今さら何もできやしねえ。答えになってない。お前の狙いは落とし前というか罪滅ぼしというか、まあそんなとこさ。あいつらがいるのか。おい、どうする。
新しいの入ってるぜ。なんてこった。それなら高値をつけてやる。新品同然。実践で試してみな。あんたならすぐ違いが分かる。他にまた来いよ。俺が元アンブレラの人間を信用できると思うか。バレてたか。アンブレラはぶっ潰れた。今さら何もできやしねえ。答えになってない。お前の狙いは落とし前というか罪滅ぼしというか、まあそんなとこさ。あいつらがいるのか。おい、どうする。ちょっと珍しい。ありがとうよ。大事に使ってやってくれよ。いい仕上がりだぜ。それまた来いよ。俺が元アンブレラの人間を信用できると思うか。バレてたか。アンブレラはぶっ潰れた。今さら何もできやしねえ。答えになってない。お前の狙いは落とし前というか罪滅ぼしというか、まあそんなとこさ。あいつらがいるのか。おい、どうする。よし、
気が利くな。
これからのサービスだ。悪いな。いいもん見つけたな。ああ、これで壁が壊せる。ウェルカム。で、用件は何だ。手入れを怠らねえのは関心だ。一時が万事だぜ。サンキュー。お気に入りの獲物を自分好みに改造する。こいつはたまんねえよな。どんな価値ある品だって墓までは持っていけねえぜ。時は金なりだ。お次、出まして死ぬなよ。
お前のその身のこなし、本当にただの研究者か。俺を買いかぶりすぎだ。ただのハンサムなプーさ。Thank you.
ろ。頼む。どうだ。よし、開いた。地下にまで化け物を飼ってるとは。ここは奴らの聖地だ。この場所でプラーガが見つかったのだ。大昔の琥珀に包まれた。ゾッとする話だ。まさかこれに乗る気か？に何か方法があるか？押してくれ、山頂。誰が山頂だ。よし、動き出した。これでショートカットだ。こんなものに乗るとは。ぼやくな、急ぐんだろ。話は変わるが。次は何だ。絶叫マシン好きか。脱輪するぞ。傾けろ。倒れる。倒れそうだ。やべえ、あの板を何とかしろ。おお、目を引けよ。このままじゃぶつかるぞ。
着いたか。まさか。お楽しみはこれからだ。よし、それじゃ出発だ。またこれか。押してくれ、山頂。誰が山頂だ。よし、動き出した。これでショートカットだ。こんなものに乗るとは。ぼやくな、急ぐんだろ。話は変わるが、次は何だ。絶叫マシン好きか。脱輪するぞ。傾けろ。まずい、倒れる。倒れそうだ。やべえ、歩いたをなんとかしろ。おお、手を押さえて。このままじゃぶつかるぞ。まずい、倒れる。やつらだ、気をつけろ。
カーブだ。車体を押さえろ、倒れちまう。倒れそうだ、目を貸せ。まずい、倒れる。着いたか。まさか。お楽しみはこれからだ。よし、それじゃ出発だ。またこれか。車体を押さえろ、倒れちまう。倒れそうだ、手を貸せ。まずい、倒れる。車体を押さえろ。まずいのが来た。Thank you.
けてくれ。合図は早めに頼むぜ。なあ山頂、言ってろ。言って。だがまあ位置はいいね。あそこのリフトに乗るぞ。冗談きついぜ。迂回すればいけそうだ。急げ。仕方ねえ。出た。油断するな。こいつら擬態するぞ。
虫は苦手なんだ。さっさとやっつけてくれ。口を閉じて銃を使ったらどうだ。専門じゃないんでね、力仕事は。任務完了。やっつけたのか。どうりで誇らしげな顔だ。あんたならやってくれると思ってた。何から始める？武器にぴったりの調整をしてやるぜ。腕は確かさ。また来いよ。
事に使ってやってくれよ。本気で生き残りたいと思ってんなら武器を改造するんだな。他にはない一品がいろいろ揃ってるぜ。素敵な旅よ。ブツも大歓迎だぜ。武器にぴったりの調整をしてやるぜ。腕は確かさ。本気で生き残りたいと思ってんなら武器を改造するんだな。どんな価値ある品だって墓までは持っていけねえぜ。なんてこと。それなら高値をつけてやる。価格以上の値打ちも。あんた目が高いな。そいつの破壊力は抜群だ。リロードもすげえぞ。言ってる意味はわかるよな。いい仕上がりだぜ。ナイフの手入れもまた来いよ。他にはない一品がいろいろ揃ってるぜ。ありがとうよ。また来いよ。ウェルカム。武器にぴったりの調整をしてやるぜ。腕は確かさ。
さあできた。お望み通りだ。お素敵な旅よ。疲れたな。なんせこういうのは久しぶりだ。わからないやつだ。なぜ俺たちのために命を懸ける。言ったろ、俺は罪滅ぼしだって。どういうことか話せ。俺はかつて教団に手を貸していた。ああ、やっぱりか。お前らを助けたって過去がチャラにならないのはわかってる。それでもこれ以上犠牲者を増やしたくない。ならもっと真面目に働け。従者にしちゃ厳しいな。地獄からの脱出だ。新鮮な空気が俺たちを呼んでる。ホルフィン、ここまで来ればついたも同然。あともう一息ってところだ。どうした？ずいぶん久しぶりだな、ルーキー。クラウザー少佐、あんたがなぜここに？どういうことだ？盗まれた品の奪還、そして逃げ出したネズミどもの始末。楽な仕事だ。アシュリーもあんたの仕業だ。なかなか察しがいいな。教えたはずだぞ、ナイフの方が早いとな。やるな。さあ、お楽しみはこれからだ、ルーキー。あんたも操られているのか。教団も虫も関係ない。全てはうわっ！最後を聞いたことは今全て無駄になった。疲れた。地獄から。あんたも操られているのか。教団も虫も関係ない。全てを手にした。うわっ、よ
く受けた。少佐、正気に戻れ。俺ならこれ以上ないほど正気。さあ、成長の成果を見せろ。あんたほどの軍人がなぜ連中の言いなりになる。なぜだと。2年前に何が起きたか忘れたか。オペレーションハビエか。運に助けられた。オペレーションハビエ。この時俺は部隊を失った。我らがアメリカの見通しにされてな。この2年間何も学んでなかったのか。お前には失望したんだ。地獄からの。あんたも操られているのか。教団も無事も関係ない。全ては俺の意思だ。少佐、正気に戻れ。俺ならこれ以上ないほど正気だ。さあ、成長の成果を見せろ。あんたほどの軍人が。お前に教えたことは今全て無駄になった。地獄から。あんたも操られているのか。教団も虫も関係ない。全ては俺の。お前に教えたことは今全て無駄になった。地獄から。あんたも操られているのか。教団も虫も関係ない。全ては俺の意思だ。その程度。舞台は壊滅。どうしても誇りたい。ただ圧倒的な力で。それと同じものを俺が目指して何度も。クラウザ、あの作戦は決して許されることじゃなかった。だが人を傷つける理由にはならない。それは奥さん。あの頃と少しも変わっていないな。お前には失望したぞ、ルーキー。行くぞ。お前の教えたことは今全て無駄になった。
地獄から。あんたも操られているのか。冗談も虫も関係ない。全ては俺の意志だ。えほどの軍人がなぜ連中の言いなりになる。なぜだと。2年前に何が起きたか忘れたか。オペレーションハビエか。オペレーションハビエ。あの時は部隊を失った。我らがアメリカに見殺しにされてな。お前には失望したぞ。お前に教えたことは今全て無駄になった。あんたも操られているのか。教団も民も関係ない。全ては俺の意志だ。遅いぞ少佐。正気に戻れ。俺ならこれ以上ないほど正気だ。成長の成果を見せろ。あんたほどの軍人がなぜ連中の言いなりになる。なぜだ。2年前に何が起きたか忘れたか。オペレーションハビーが。我らがアメリカに見殺しにされてな。この2年間何も学んでこなかったのか。地獄から。あんたも操られているのか。ああ、教団も無事の関係。全ては俺の意思だ。遅いぞ。お前に教えたことは今全て無駄になった。地獄。あんたも操られているのか。
砲弾も虫も関係ない。全ては俺の意思。連中の言いなりになる。なぜだ。2年前に何が起きたか忘れた。オペレーションハビエか。オペレーションハビエ。あの時俺は部隊を失った。我らがアメリカに見殺しにされてな。この2年間何も学んでこなかった。いいことはいい。全て無駄になった。地獄。あんたも操られているのか。教団の無視だ。全ては俺の意思だ。遅いぞ少佐。早期に戻れ。俺ならこれ以上ないほど。さあ成長の成果を見せろ。あんたほどの軍人がなぜ連中の言いなりになる。なぜお前に落ちていたことは今全て無駄になった。地獄。あんたも操られているのか。砲弾も虫も関係ない。すべては俺の意思。連中の言いなりになる。なぜ2年前に何が起きたか忘れたか。オペレーションハビエ。部隊は壊滅した。道義も誇りもない。ただ圧倒的な力で。それと同じものを俺が目指して何の問題が。クラウザこの2年間何も学んでこなかったのか。行くぞ。お前には失望したぞ、ルーキー。どうしろ、刃先が前に教えたことは今、全て無駄になった。
れたな。なんせこういうのは久しぶりだ。地獄からの。あんたも操られているのか。教団も虫も関係ない。全ては俺の意志だ。はっ。愛は壊滅、道義も誇りもない、ただ圧倒的な力で。それと同じものを俺が目指して何の問題だ。クラウザ。あの作戦は決して許されることじゃ。お前が教えたことは今全て無駄になった。地獄からのだ。あんたも操られているのか。教団も虫も関係ない。全ては俺の。遅いぞ。はっ。行くぞ。はっ。舞台は壊滅した。どうにも誇りもない、ただ圧倒的な力で。同じものを俺が目指して何の問題がある。クラウザ。いや、俺の教え通りだな。あの作戦は決して許されることじゃなかった。だが人を傷つける理由にはならない。その青臭い性格、あの頃と少しも変わっていないな。手の内は分かっている。俺の教え通りだ。この2年間何も学んでこなかったのか。
じ。あんたも操られているのか。教団も虫も関係ない。全ては俺の意志だ。はっ。おお、よく受けた。遅いぞ。少佐、正気に戻れ。俺ならこれ以上ないほど勝利だ。さあ、成長の成果を見せろ。あんたほどの軍人がなぜ連中の言いなりになる。なぜだ。2年前に何が起きたか忘れたか。オペレーションハビエか。オペレーションハビエ。これは部隊を失った。我らがアメリカに見殺しにされてな。この2年間何も学んでこなかったのか。お前には失望したぞ、ルーキー。地獄。あんたも操られているのか。教団も虫も関係ない。全ては俺の意志だ。おお、よく受けた。正気に戻れ。俺ならこれ以上ないほど正気だ。さあ、成長の成果を見せろ。あんたほどの軍人がなぜ連中の言いなりになる。なぜだ。2年前に何が起きたか忘れたか。オペレーションハビエか。オペレーションハビエ。それは部隊を失った。我らがアメリカに見殺しにされてな。舞台は壊滅した。どうにも誇りもない。ただ圧倒的な力で。それと同じものを俺が目指して何の問題が。ランサ、この作戦は決して許されることじゃなかった。だが人を傷つける理由にはならない。あの頃と少しも変わっていないな。もっと、お前に教えたことは今全て無駄になった。地獄から。あんたも操られているのか。教団も虫も関係ない。全ては俺の意志だ。
時だ。成長の成果を見せろ。あんたほどの軍人がなぜ連中の言いなりになる。なぜだ。7年前に何が起きたか忘れたか。オペレーションハビエか。おお、よく受けた。オペレーション、あの時俺は舞台を失った。我らがアメリカに見殺しの名前を教えたことは今全て無駄になった。地獄。あんたも操られているのか。教団も虫も関係ない。全ては俺の意志だ。ここまでだ、ルーキー。あの頃から少しも変わっていない。期待外れもいいところだ。俺はもうダメみたいだ。世界中のレディーたちが悲しむな。もう喋るな。これを持ってけ。俺の研究室の鍵だ。行って取り除くんだ、その寄生体を。助けろアシュリーよ。本当はクソみたいな人生だったが、でもお前どう思う、アミゴ。人は変われるよな。